理算数理工学の授業を始めていきます。かり上げの基礎の話の最終回になりまして、スターリング数と集合の分割という話をしていきます。で今日の目標ですけども、集合の分割について次ができるようになるということです。でまずですね、この第2種スターリング数とベル数というものを用いて集合の分割に関するかり上げを行うように、行うことができるようになるということですね。で、このベル数っていうのが、まあ、今回、 一つ重要な役割を果たすんですけども、これの指数型母関数を導出します。まあ、一般項も導出するんですけども、まあ、一般項っていうのが、その、あまり見た目としていいものかどうかってことは、ちょっとまあ議論はあるかもしれませんけども、まあ、それもこの母関数を使って,って導出するということになります。あとは、まあ、最後に、第二種スターリング数とベル数の性質を証明するということです。で、えっと、今までの内容を活用していきますので、まあ、それの復習もしながらやっていくということになります。はい。 で、まず、集合の分割って何なのかってことをご紹介します。えっ、ー、とですね、集合、まあ、A っていうものがあったときに、その分割というものを考えます。集合 A の分割です。でそれはですね、まあ、次を満たす集合のことです。だから集合の分割っていうのはまたこう集合なんですけども、えっ、ー、と、それ今ここで、あの、花文字。花文字。まあ、カリグラフィック体ですね。の、えっ、ー、と、P とか書いてますけども、 えとですね、これこ、今、2の映状と書いてあるものの、分集合が書い,て書いてあります。で2の映状、ちょっとあの忘れてるかもしれないので、一応言っておくと、これ、A のべき集合と呼んでいるものでした。A のべき集合って何だったかというと、これは A の分集合全体の集合ですね。分集合を全部集めてできる集合です。 だから、えっと、P の、P がですね、えっと、この2の A 上、A のべき集合と部分集合とどういうことかっていうと、つまり A の部分集合をいくつか集めてきて作った集合ということになります。で、それが、P、この P です。で、その、その P っていうものは次に書いてある3つの、えっと、性質を満たしてないといけないと。で、それを満たしているときに A の分割と言いますということです。で、どういう性質なのかってことを言いますね。で、ちょっとこう消しますと。はい。 えっと、どういう性質かというと、まずはですね、えっと、この P の要素である X、これこれ、つまり X っていうのは A の部分集合なんですけども、それは空集合でありませんと。まあ、非空性です。はい。<laughs> で、えっとですね、X と Y というのがこの P の要素である、つまり A の部分集合で P の要素であるようなものだったとすると、その2つが異なるんだったら、これ、イコール空集合です。すいません。これは。 スライドの方は直していきます。はい。どういうことかっていうと、えっ、ー、と、違うものだったら、その、えっ、ー、と、インターセクションですね、えっ、ー、と、共通部分っていうのは空襲語なっていなってないといけないということです。空集合になってないっていうのは、なんか、X と Y のこところが交わっているということですけども、こういうことがあってはならないということです。はい。で、えっ、ー、と、最後ですけども、えっ、ー、と、この、もともとのこの A っていう集合ですね、その要素、small A を取ってきたら、ある、 その P の要素 X が存在して、その A っていうのが X の要素になっているということです。だから、その、どのえっと P の要素にも属してないようなラージ g a の要素があってはならないということです。これ、まあ、被覆性と一応言っておくことにします。で、えっと、まあ、下の例を見てみると、まあ,あ、イメージは湧くと思うんですけども、例えばこう A っていうのは123456っていう、えっと、集合だとします。6個要素を持っていると。で、この時に、123456っていう2つの集合からなる集合ですね。か集合の集合ですね。 でこれは A の分割です。なんでかっていうと、この3つの条件を満たしているからですね。1、2、まず8めの条件ですけども、1、2っていう集合も、3、4、5、6っていう集合も、これ空集合ではないとですねで。2つ目ですけども、この X とは違うもの、1、2とか3、4、5、6、違うものを取ってきたら、その共通部分は空集合です。この1、2ってものと3、4、5、6っていう集合が、えっと、共通の要素を持っていないということになります。これがこの部分のことですね。で えと3番目ですけども、どのラージ g の要素を持ってきても、それを要素として持つようなものがここにありますよということですね。ねここだったら、ここに5がありました。そういうことの形です。で、まあ、図で表すのが下のような感じで、まあ、123456っていうものがあったときに、12っていう部分と、まあ、3456っていう部分でこういうふうに分かれているというふうになるわけです。 うん、でこの,まあこの一,一つ一つの部分のことを今後、ブロックとかパーツと呼んでいくとです、ね、まあ、パーツっていうのは日本語で言うと、これ、部分なわけですけども、モ、えー、と、まあ、ちゃんというと、この P の要素ですね、この,このいう1、2とか3、4、5、6、これのことをこの分割のブロックということにしていきます。今後、このブロックっていう用は使っていきます。はい、で、まあ、これ今、集合の分割なんですけども、あの数え上げ見合わせ論においては、ですね,他にですねなんかに整数の分割っていう用語もよく出てきます。 で整数の分割っていうのは、この、えっと、集合の分割とは異な,異なる概念です。だから、その、これなんか異なる概念。だから、なんかその、なんていうんですかね、断,断りなくですね、断りながら分割という言葉を使うときに、それが集合の分割を意味しているのか、整数の分割を意味しているのかってことは、ちゃんとその文脈からです、ね、読み取る必要があったりして、 と困るんですけども、それはちょっと気をつけていただかないといけないと。で、この授業で扱うのは集合度分割のみです。整数度分割は扱いません。はい。ということで、ちょっとここの間違っている部分は、スライドは直しておきますけども、えっと、そういう形で分割を考えていきます。で、分割はいろいろあるわけです。例えば、今この123456っていう集合があったときに、えっと、ここに4つ、その集合度分割のを挙げてます。今 前のページになったこれで例と同じものを書いてますけども、1、2、3、4、5、6って2つのブロックを持つような分割。で、2つのブロックを持っていきますけども、この1、4、5、2、3、6っていうまあ別のブロックの持ち方をするような分割もあり得ると。です、ねまあ、こんな形。で、えっ、ー、と、これ3つブロックを持っているような例ですけども、1、2、3、4、6、5と。こういう形ですね。まあ、これも、えっと、分割ですという,うになります。で、えっと、1、2、3、4、5、6ってこの6個ブロックを持つような分割。まあ、こういうのもあり得るということになります。ですかね。 でちょっと、えっ、ー、と、例としては、あのここに書くのは忘れたというか、書かなかったんですけども、123456という集合のみを集合としてあ、要素として持つような分割。これも、えっと、123456の分割です。だから図で書こうとすると、123456っていうのが並んでいて、まあ、それらをただこう囲んでると。 こういうものですね。これも1,2,3,4,5,6分割なので、これは注意をしてください。で、この場合は、まそのブロックが1個だけしかないということになります。いいでしょうか。で、こんな感じで、まあ、1つ、こう、集合があったときに、その分割って、こう、なんかたくさんあるわけです。で、これがどんだけありますかってことを考えたいということになります。それは課題ですね。今、n と k は非不整数として、まあ、k は n からとしましょうと。で、このときに、今考えてこの1から n までの集合。整数の集合。 の分割は全部でいくつあるでしょうかあるいはその中でちょうどブロックを稽古持つものがいくつあるでしょうかととこ考えたいですね。で、今ここに書いてあるのは N が4の場合のその1から4までの整数の分割というのが全部書いたつもりになって、あ、ちょっと N が消えない。N イコール4です。4つのものを書いてで、えっと、それをですね、ブロックの数でちょっとこの塊を変えてます。一番左の 別これが K が1の場合ですね。ブロックの数1個の場合。で、K が2の場合、K が3の場合、K が4の場合とこの話がいっていと。ですかね。だから例えば、えっ、ー、と、N が4で、K が3の場合、だから、1から4までの整数の集合をちょうど3つのブロックに分ける方法っていうのは、ここに書いてある通り、6個あるわけですね。6通りあるということが、こう、まあ、あの、頑張ってですね、まあ、このぐらいだったら書けば分かるということになります。で、書けば分かるんですけど、 まあ、この一般的にこの n と k を当たられたときに、パッとこれは計算できますかと。まあ、これ全部書きということができればですね、もちろんできる、あの、かけ、あの、数わかるんですけども、そういうことをせずにですね、パッと数分かったりしませんかっていうことが、まあ問題になるわけです。はい。で、えっ、ー、と、それがですね、この第二種スターリング数という名前で、えっ、ー、と、この組み合わせ論においては知られています。えっ、ー、と、非不正数 nk に対して、まあ、集合1から n まで、 の分割でちょうど稽古のブロックを持つのソースのことをこのような記号で書きます。で、ちょっと申し訳ないんですけども、私この記号の読み方よくわかんないので、今後これはスターリング NK と読むことにします。すいません、スターリング NK と、ここでは読むことにします。もしかしたらちゃんとしてる読み方があるのかもしれませんけども、ちょっと私わかんないので、スターリング NK と読むことにします。ちょっと、この文字でしか見たことがなくって、音で聞いたことがないので、申し訳ないですけども、スターリング NK と読むことにします。 で、先ほどの例ですね。先ほどの例だと、これはその n が4の場合でした、ということですね。で、えっ、ー、と、k が1、k が2、3、4と。ちょっとこの k が1の、1、1が良くないので、ちょっと変えますけども、変えますけども、えっ、ー、と、k が1ですね。で、えっ、ー、と、そうすると、k が1の場合から、えー、n が4で k が1の場合は、1個だけなので、スターリング4、1っていうのは1だということになりますね。 で、ケーガリの場合は7個あります。スターリング42は7という感じでこう決まっていくということになります。いいですかスターリング43が6。スターリング44が1という感じです。いいですかね。よろしいでしょうかで、まあ、えっと、いろいろと注意はあるんですけども、えっと、まず、スターリング、これは人の名前です。 名前ですけども、えーと、第2種って言ってるんだから、第1種もあるだろうって思われるかもしれませんけども、これはあります。で、あるんですけども、これはですね、えー、と全く別のものです。全く別のものって言い方は言い過ぎなのかもしれませんけども、えっ、ー、と、第1種スターリング数っていうのも,のものもあって、それもなんかこうなんか縦にこうなか並べて N と K に対して、第1種スターリング数 NK っていうのがこうなんか決まるんですけども、それはですね、この集合の分割と関係ないと言って良いと思うので、 えと今回扱いません。だから、まあ、気になる方は調べていただくといいと思うんですけども、まあ、それはこの、今日扱う第2種スターリング数とはま違うものという形になります。で、数値としても全く違う値を取るので、えっ、ー、と、これ厳密に区別される必要があります。で、えっ、ー、と、第1種スターリング数は、この授業では出てこないので、えっ、ー、と、扱わないというふうに思ってください。だから、この授業ではこの記号をスターリング NK と読みますけども、本来はそれだけだと、第1種スターリング数なのか、第2種スターリング数なのか分かんないので、あんまりよろしくない。 だ、ね、けども、えっとまあ、この授業では第2種スターリング数しか使わないので、そのように呼んでいくということになります。はい。そうですね。で、えー、っと、次ですね。で、えっと、その、集合1から n までの分割の総数そのものを表すものを BN と書きます。で、これ、ベル数と呼ばれています。第 N ベル数ですね。だからこれはその比不整数 n に対して BN というものが定義されるということになります。ですかね。 で、先ほどの例ですね。これ N が4の場合ですけども、そうすると、まあ、これ、すべてを数え上げたところで15個になるということになります。だから N が4の場合、つまり1,2,3,4っていう集合の分割の総数は15になりますということになります。で、これは先ほどの、えっと、第2種スターリング数っていうものがあったんですけども、そこからの定義からわかるように、この BN っていうのは、その第,第2種スターリング数を,を足し合わせたものになります。K が、 ま、1からとした方がいいのか、0からとした方がいいのかってことはちょっと議論もありますけども、まあ、1からでしようかな。こういうことですね。が成り立つわけです。えっと、どんな非較性 n についても成り立ちます。ので、まあ、えっと、そういう意味でこのベル数と第二種スターリングスというまあ関係があるということになります。この式が次に出てくるのかなあ、でもなかった。で、えっと、一応その、実際にですね、まあ、あの、これ数えてみると、これがわかると。まあ、N が、こう、 n が横に並んでいる k が縦に並んでいるんですけども、だからこれは k かける n, k かける n って言ってしまませんね。k と n をまあ数字として、この各この成分っていうのが、えっと、第二種スターリング数を表しますだから、今ここに丸打ったところ、これは、えっと、スターリング72というものを表しているというふうに思ってくださいと。ここだったら、これはスターリング65だということですね。で、そうすると、まあ一応、えっと、k は n より大きくなってはならないっていうふうに思っ いるのでこの下三角の部分が何も書かないというふうにしてますけども、例えば、えっと、1、2、3、4、N が4の時に、この4つ要素を持つ集合を7つのブロックで分けられますかとかっていうことを考えた時に、それはそういうふうに分ける方法はないので、えっと、K が N よりも大きいときの値は0であると考えることもあります。ありますが、き、まあ、今日はちょっとそれは、えっと、あそうであると考えてもいいし、それをえう、っと、それを考えなくても済むように、一応、授業は作っているつもりです。 はい。という形で、ま、まずこの表は作っていくと思ってください。はい。で、この表の上の部分はそういう形で、えっと、値が第2種スターリング数を埋めているんですけども、この下にあるところ、何なのかっていうと、各 n に対して、この、えっと、第2種スターリング数を足したものが書いてあります。で、それは先ほど言った通りこれはベル数になるということになっているわけです。だから、ベル数っていう数列を見てみると、あ、まあ、n が0と止まりますけども、えっと、1、1、2、5、15とか、こんな形で大きくなっていくような、 数列になっているということになります。ちなみに N が0のときですね。N が0のときっていうのは、えっ、ー、と、これは、えー、と空集合ですね。空集合をいくつの,この,あのブロックに分けられますかってことになるんですけども、空集合を0個のブロックに分ける方法は1通りあるというふうに思います。思いますというか、これは定義情報なんですけども、なるので、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、ベル数も1になると、B0 は1になるというふうに思ってください。だからその0個のブロックに分ける方法ありますかっていうと、もともと集合が あの要素を持っている場合、1点点点 n っていう集合ですね。1点点点 n っていう集合の分割考えてるんですけども、これ n が正の場合には、これちゃんとこれ要素を持ってるわけです。だから、その要素を持ってる集合の分割で、ブロックの数は0個のものっていうのはないので、ここら辺ですね。ここら辺は0になります。0になりますけども、空集合だと、そのブロックの数が0の分割というのはあり得るってことが、集合、定義から、分割の定義から入れてしまうので、ここ1になります。 それは注意してください。そうすると、えっと、もう一個注意してほしいのは、えっと、この n と k が同じ場合ですね。例えば、1、2、3っていう集合を3つのブロックに分割する方法いくつありますかって言ったら、それは、えっと、一通りとあるわけです。それは、そのすべてのブロックの要素数が1になるような分割しかないわけですね。ってことで、えっと、一通りになります。そうか。先ほどちょっと注意しとくべきだったかも,しれか,かもしれませんけども、これ集合なので、 ここですね集合なので、例えば今ですね、これ左側にこれ、1、2と3、4、5、6っていう分割があるんですけども、これはこの並べ方を変えて、3、4、5、6、2、1とこういうふうに書いても、これは集合としてこれ同じなわけです。いいですかだから、集合の要素がどのように並んでるのかってことは、分割、 言いますね。えっと、集合の要素がどのように並んでいたとしても、分割としては変わらないので、それは注意をしてください。ですね。ただ、これとこれは、見た目は違うかもしれませんけども、同じものだと思っているということです。はい。集合ですからね。それは注意をしてください。ということで、まあ、この表できてるんですけども、まあ、これは、まあ、頑張って、この6 9 5 1個とかってこと、まあ、これ手でやるかどうかっていうのは別にして、まあ、あるってことは、まあ、いろいろ確かめられるかもしれません。この分割を全部、この作っていけば、まあ、プログラムを使ってもよいでしょうと。 でもこれなかなか大変なわけですね。しかもこの一般的に N がもっと大きくなったり、K が大きくなった時に、ここの数値が何になるかとかっていうことが分かるかどうかって言われると、まあ大変そうですよねということになります。それがちゃんと分かるようになりたいというふうに思うわけです。 で、えっと、一応、なんか、それを考えていきたいんですけども、まず、まあ、確認するのは、先ほど、まず、言ったことですけども、この BN っていうのは、第2種スターリング数の割になりますと。この、A、スターリング NK っていうのがあったら、この K の部分を、まあ、ここは0からなってますね。0から N まで足し合わせると BN になると。先ほど言った通り、この N が正だったら、この、えっと、スターリング N0 っていうのは0になります。から、先ほどはですね、まあ、N が正だと思ってたので、K0 からじゃなくて1からとしてましたけども、この式はですね、N が0であっても正しいことになります。 ってことで、えっ、ー、と、まあ、正しいことは定義が正しいのかると、いうことになります。で、えっ、ー、と、先ほど言った通りですね、この第二種スターリング数とベル数って、このなんか今表は、分割を全部数え上げれば分かるんですけども、もっとなんか簡単に計算する方法とか、まあ、えっ、ー、と、まあ簡単に言えばですね、一般項が分かるとすごく嬉しいわけです。それ簡単に書かれると嬉しいわけですね。で、えっ、ー、と、そういうものありますかってことが次に考えたことになるわけです。 でまずですね、まあ、その計算法ですね、計算法を考えてみましょうと。で、計算するには、全、え、化、っと、式が分かればよいという立場で考えると、まず全化式を与えてみたいというふうになります。で、それを考えてみましょうと。で、まずですね、この第2種スターリング数の全化式を考えます。で、ここにあるとおり、えっと、任意の皮膚整数 NK で、ただし、K が N 以下の場合ですね、でそのときにこのスターリング NK っていうのが、まあ、今定義されてるわけですけれども、それはですね、次の全化式にいしますとです。 でまずですね、n が k と同じとき、これ1ですよ。これ先ほど言ったところですね。この対角線のところですね。うん。で、これ先ほど言ったとおりで、えっと、ブロックの要素数が1。どのブロックの要素数も1であるような分割しかなくって、それ1になると。で、n が正で、かつ k が0のとき、これも先ほど言ったやつ,やつで、えっと、要素数が正の集合を0個のブロックに分割する方法ないので、スターリング nk は0になりますと。本当です。 で、その他の時、その他の時っていうのは、まあだから n がゼロより大きくで、なおかつ k もゼロより大きくで、て n と k が違う、違うわけですね。という時はこの式が成り立ちますで、これは何なのかっていうと、a かけるスターリング n-1 k プラススターリング n-1 k-1 ですね。 で、まあ、もちろんですね、この式覚えられないわけです。覚えられないので、どちらかというと、今から証明するんですけども、証明を見ると、なるほどと思うというふうになっています。だから、証明が分かれば、えっと、この式、まあ、ま、すぐ出てくるということになります。で、まあ、ちょっと実際例を見てみましょうと。スターリング84ですね。それ今、どこにあるかっていうと、ここですね。ここなんですけども、えっと、これ、この左辺じゃなくて右辺ですね。右辺の角度を計算してみましょうと。で、えっと、 で、これ、K っていうのは今、4ですから、4ですね。で、ここの部分のスターリング数、これは N-1 7ですから、スターリング7-4が出てきますと。で、後ろの部分は N と K1 個引いてますから、スターリング7-3が出てくると。で、スターリング7-4、ここですね。350ですね。350。で、スターリング7-3、ここですね。これ301、301という形になっていて、計算するとちゃんと欲しかった1700出てきますね、ということになりますね。いいですかね。 だから、これは、その、例えばですね、二項係数を計算するときに、その、あの、パスカルの三角形っていうのがあって、パスカルの規則っていうのがあってですね、その、えっと、前のところの、前のところっていうのは、n が一つ小さいところですね、の値が分かっていると、そ,そ,そこから、こう、計算ができるっていうような、えっと、規則があって、それを使うと二項係数、うまく計算できていくんですけども、それと同じような形で、第二種スターリング数も計算できますよと。だから、この k がなければ、この k がなければ、ここのですね、えっと、 全化式っていうのは、二項係数が満たすべき全化式と全く同じなんですよ。まあ、ちょっとこう初期条件はちょっと目をつぶるとして、この下の格好ですね。それは二項係数が満たすべき全化式と全く同じ形してるんですね。だけども、まあ、この第2種スターリング数においては、ここに K がついてくるという違いがあるというふうに思ってください。はい。で、今言った通り、えっ、ー、と、これち証明したいんですけども、上の2つですね。この N が K のときに1となるということと、N が正で K が0のときには0となるということは、まあ、先ほど言った通りなので、まあ、これは、 え先ほど言った通りです。まあ、簡単に分かるということで、まあ、そこは飛ばします。で、一般の場合ですね、この、えっと、N も K も正の場合、で、しかも N と K が違う場合ですね、外にこれが成り立つってことを言いたいと。で、これ、どう、まず直感、どう考えたかというところを考えたいと思います。今、ここにあるのは、えっと、N が4で、K が3の場合ですね。だから、えっと、1から4までの集合を3つのブロックに分割している方法。で、まあ、今、6個あるんですけども、で、これは、 えっと、n が一つ小さい場合の分割の個数から得られますよってことを言ってるわけです。で、どう思うのかっていうと、これはですね、左側に書いたものと右側に書いたもので、実はこれは、えっと、なんだろう。違う場合になっていて、どういう場合かっていうと、左側っていうのは、この一番大きな数字ですね、4というもの。4というものが一つでブロックを作っている。要素数1のブロックを作っているのが、この左側の えっと分割ですで一方で、右側はそうではない。その一番大きな数字が他のものとなんかくっついて、なんかブロックを作っているというか、そういうものになっていますということです。で、そこで何をはまるかっていうと、この一、えっと、つ数字が少ない集合から分割を作ろうと思うので、ここの今の分割の状況から4を取り除きます。で、そうすると、この、まあ、左側のものですね、これはその4っていうブロックがそのままあるので、それをそのままこう。 取り除くと、ここに書いてある3つの、えっと、分割が得られます。1,2,3の分割が得られます。いいですかね。で、もともとこちらの左にあったのは、えっと、ブロック数3、K が3の場合の分割だったのですけども、4っていうものだけがなるブロックを取り除いているので、右に書いてあるものは1から3までの分割なんですけども、そのブロックの数が2個になっています。いいですかいいですかで、それがですね、ここに出てきてるわけです。 n-1、k-1 のところか出てくる,てくる,てくるということになります。で、一方ですね、こっちですね、その4っていうのが他のものとなんかくっついて1つのブロックを作っている場合、それはですね、今、k が3だから、えっと、4と1だけとかですね、なってますけども、まあ、ブロック数がち違えばですね、1、2、4っていうブロックを作っていくこともあるかもしれません。けども、まあ、その1つだけで4がブロックを作っていないという場合ですね。で、その時にこう4を取り除きます。で、そうすると、こんな感じになると。こんな感じになります。で、この場合は、 えっと、1、2、3からなるブロックっていうのができて、その1、2、3の分割ができるということになります。でそうすると、これはですね、4っていうものがもともと他のものとくっついてブロックを作ってましたから、ブロックの数はもともと変わりません。もともとブロックの数は3つあったんですけども、4を取り除いた後もブロックの数3つになっているということになります。いいですか。で、問題が何かっていうと、この違うブロックから、その4を取り除いてブロックあの分割を じゃねえっと、違う分割から、違う分割から、用語取り除いて分割を作ってるんですけども、その出来上がった分割が全部同じになってるんですね。1だけ、2だけ、3だけっていう。で、そうすると、えっと、逆にですね、1、2、3っていう分割があったときに、そこから、この元のです、ね、分割を復元するためにはですね、もう少しとか情報をつけてあげないと復元ができないわけです。で、どういうふうにすればあの復元できるかっていうと、もともとどこにいたかっていうこと。 もともと4がどこにいたかってことをちょっと印をつけてあげるわけです。こんな感じです。もともと4は1と一緒にいましたよ。もともと4は2と一緒にいましたよ。もともと4は3と一緒にいましたよっていうふうに、まあ、あの今赤で枠をつけてますけども、まあ、そんな感じでこう印をつけてあげます。そうすると、その印をつけたところに4を付け加えると、元の、えー、分割が復元できるって形になってます。別に言うをすると、1、2、3、1だけ、2だけ、3だけっていう分割があったら、その各ブロックに色をつけると、 元々の分割が分かるってことになって、こういうふうななんか分割があったら、そのブロックの数だけこの戻り方があるということが分かるわけです。で、それがここにあって、その、えっと、ここに書かれている分割の総数がスターリング N-1K なんですけども、このそのマークの付き方が系統であるということになっているというふうに思ってください。 いいですかということで、まあ、この例においては、まあ、この、えっと、資式がこのように得られるということになります。いいですかね。で、一般的な話を今からしていこうと思います。この直感を持って一般的に話していきます。はい。でそうすると、今、えっと、この、左辺ですね、スターリング NK というのは何を数えているかっていうと、1から N までの集合。 の分割で稽古ブロックを持つものを数えているわけです。で、それはこの足し算なので、2つの場合の今から場合場合分けしましょうと言うと場合分けします。2つに分類できますと。何がっていうと、N だけというブロックを持つような分割と、それを持たないものというふうに分,かれ分けられるわけです。で、その2つがこの場合分けに対応しますよと,いうことになっています。じゃあ、まず初めの方を数えましょうと。で、N っていうブロックを持つもの、こういうのがあったら、その、えっと、これは、 ど,どうすればそれが得られるかっていうと、この n っていう、えー、とブロックを消すと、残りが1から n-1 までの、えー、と分割で、k-1 個のブロックを持つものになっていると。で逆に、それから n だけというブロックを付け加えると、今言っているみたいに、この n だけというブロックを持つ1から n までの集合の分割で、ブロックのはずが稽古のものが得られるということになります。ですかね。だからそういうものがスターリング n-1。 K-1 ですよということで、この後ろの方の項がそこから出てくるということになります。はい。では、前の方の項はどうかっていうと、これは N というブロックを持たないような分割から出てきますこんな感じです。N という分割を持たないものは、どういうことになっているかっていうと、これは、えっと、そういうその分割を得ようとしたら、まず1から N-1 までの集合の分割で、稽古ブロックを持つものをまず考えます。で、その中の稽古の1つを選びます。K 個のブロックの中の1つを選びます。 ですね、でその選んだブロックに N を追加すると、1から N までの分割で稽古ブロックを持つものがただ一つ選べるという形になるわけです。いいですかね、ということで、まずその1から N-1 までの分割で稽古ブロックを持つものを作るのが、スターイング N-1、系統理あって、その中で一つのブロックを選ぶ方法が系統理あるということになります。でそれによって、1から N までの分割で、 n だけというブロックを持たないものがただ一つできますから、それの数が、今回書かれている通り、k× スターリング n-1k となるということが分かります。でそれが2つ目のコールになるということになって、ちゃんとその場合分けによって、この等式が分かったということになります。よろしいでしょうか。はい。で、これで、まあ、第2種スターリングその全化式が分かったので、まあ例えば、例えばですね、このプログラミングできるわけです。これ書けば、もうあの一般の nk、 に対して、このスターリング NK の値が計算できるということになります。目指出し目指出しということになりますね。はい。で、これがまあスターリング数の話だったんですけども、じゃ一方でですね、ベル数の方もやっていきます。で、ベル数の方は、えっ、ー、と、こういう全化式を満たします。えっ、ー、と、N が0のときは1。これは先ほどやった話ですね。で、そうじゃない場合、つまり,つまり N が正の場合には、この全化式を満たします。BN っていうのは、 K が0から n-1 までの和で、それは BK に n-1 チューズ K です。でこれは二項係数です。これ二項係数です。同じ意味二項係数ですね。で、これもちゃんと全化式になっていて、この左辺、右辺に出てくる BK の K は0から n-1 までしか動かないので、えっと、N が小さい方から順番に計算していけば、この BN っていうのがちゃんと1に決まるということが分かります。 で、計算例は下に示している通りですね。いいですかね。いって、ちゃんと正しい値が、このこれで出てくることがわかります。はい。ではですね、じゃこの全化式、えっ、ー、と、組み合わせ的解釈しか今我々持ってませんから、それで証明していきましょうと。で、n が0のときはもう既にやったので、そのときですね、n が正のときやっていきましょうと。 N が1以上のときにはこれに立つということを、説得解釈に基づいて証明しましょうと。で、それは割ともうなんか3行でしか書いてなくてはいきませんけれども、ちょっと絵はですね、この下に今から書き出していきます。左辺は1から N までの集合の分割の総数です。で、その分割の総数をこの N 通りに、なんか、えっ、ー、と、倍分けをして、これ、数えているということになります。で、この大傾向ですね、この K のところ。 で稽古は何を言ってるかっていうと、n を含まないブロックに入る稽古の要素を選び、その後にその稽古を分割する方法の総数ですと言っています。今ですね、この、えっと、集合の要素1から n-1 まであるとしますね。で、まずは、この、えっと、n を含まないブロックに入る稽古の要素を選ぶって言ってるんで、それは n を含まないんで、この,この1から n-1 の中からこれ稽古を選びます。稽古を選びます。まあ、どれかわかんないけども、稽古を選びます。 英語。選びます。で、これは N, N を含まないブロックに入る。ですけども、それはだから別の言い方すると、今選ばれなかったものですね。選ばれなかったものがたくさんこうあるんですけども、と N そのものですね。これらはですね、全部で、つのこのブロックを作ると。ちょっと今、字が見えないかもしれない。<laughs> でちょっと見える字が見えるのをどれかしこれ一つのブロック。 これで、まあ選ばれなかったものは N とともに一つのブロックを作るというふうにします。ですか。で、えー、っと、だからまずその N となんかブロックを作るものをえら選んだということになります。で、そうすると今、稽古のものがまだこれあのブロック作ってないんだけども、この稽古に対してあのブロックを作って分割する方法っていうのがなんかあるわけです。で、それが B 系統をやります。なんでかっていうと、これ稽古あるからです。 で、その、じゃ、この、という形で、この、えっと、n を含むブロックの要素数が n マイナス k であるようなものを、えっと、その k で倍分けして順番に作っているということになるわけです。いいですか。で、そうすると k は0から n マイナス1まで動くということが分かって、えっと、この青いところをまず選ぶ方法が n マイナス1チュー k 通りあって、その選ばれたものを分割する方法が b 系統であると。 ということで、こういう式が得られて、確かに左辺と右辺が等しくなるということが分かると。いうことになります。いいですかただから、この K は、その、なんだろう、そのブロックの数を先ほどまでは、この、第2種スターリング数を考えたときを表してたんですけども、そういう意味ではないので、それは注意をしてください。はい。あちょっと、ま、違う文字を書いて、使った方がよかったかもしれませんけども、すいません。はい。ということで、えっ、ー、と、このような形になります。よろしいでしょうか。はい。で、まあ、この式を使っても、 えっと、ベル数は、えっ、ー、と、その、まあ、プログラムを変えて計算できるということになります。はい。よろしいでしょうか。はい。ではですね、まあ、ベル数、そういう形で、えっ、ー、と、 プログラム変えて求められることまで分かったんですけども、もう少しなんか一般、一般個知りたいなって気になるわけですね。でそのためにですね、あの今回こう指数型母関数を使っていきます。実はですね、えっと、ベル数のなんかすす増加のスピードすごく速くて、指数関数的なものよりも速いので、えっと、普通の通常型母関数でやるよりも、こ指数型母関数でやった方がまあいいかなっていうふうなもので、それでやってみます。 で、先ほど言った通り、これ、ベル数はこの全関数満たすって言ったんで、じゃあ、まあ、これをですね、まあ、なんとか解いてですね、一般項を求めたいと思うってことになります。で、そのために、この指数型母関数を使おうと思います。で指数型母関数ってど、どんなものになったかっていうと、まあ、ちょっと今、B、これ BX を書くことにすると、えっと、これは、えっと、N が0から無限大までで、N の解乗で、この数列の第 N 項を割ったものに、X に N 乗かけたものの、この級数ですね。 これを考えるということになります。ですかね。で、これが何なのかということをまず知りたいことになります。で、えっ、ー、と、前回はですね、先ほどのこの全化式の両辺をですね、2回からこの中、級数作って、それでうまくその BX 以くの形く導いていくというふうにやったんですけども、も今回は違う方法で、これがですね、実は指数型母関数のいいところで、 何がいいところか分かんないかもしれませんけども、いいところで、この指数型母関数を微分するというですね手法が使えるんですね。これなんでいいかっていうと、これですね、これというか、例えば、この中なんか L の解乗分の X の N 乗、これをですね、例えば、これ X でこれ微分すると、これ分かるんですけども、X の N-1 乗が分,母に分子に出てきて、分母はですね、N-1 の階乗なんですね。そうすると、この 元々のこの n 階乗分の xn 乗っていうものの n を n-1 に変えたものが出てくるんですよ。微分すると。で、これが非常にですね、都合がいいんですよ。この、なんだろう、全化式と相性がいい。ですね。だから、そういうことで、この微分をするっていうのはですね、割とこの指数,関指数型の関数を考えるときにありまして、ちょっとそれをですね、今日ご紹介したいということになります。で、今、これ微分しましょうと。そうすると今言ったみたいに、 なるんですけども、えまあ、だからこれは、あれですね、母関数の定義ですね。BX 母関数の定義です。で、えっと、一応ですね、えっと、まあ収束するってことを、えっと、絶対主張するってことをまあ仮定してるんで、このまあ微分は、この中身の微分というふうにまあできますと。で、まあ、BN は X に依存しないと。だからこの部分、そのまま微分します。でそうすると、えっと、先ほど言ったとおり、えっと、N-1 の解乗分の X の N-1 は一応出てきますという形になります。ですかね で、これで、ま、とか止まっちゃうなってするんだけども、この BN、あ、で、えっ、ー、と、一応言っとくと、えっ、ー、と、今、N が0からだったのが、N が1からなってます。なんでかっていうと、N が0の時は、これ、えっ、ー、と、定数なので、微分すると、えっ、ー、と、0になります。だから、N が0のところは、これ消えます。ちょっとこういう形になっている。で、今ですね、ちょっと BN があるんだけども、これ先ほど、えっと、導いた全化式ですね。N が1以上なので、全化式が使えて、こういうふうに書き換えられます。ですかね。これは先ほどの全化式ですね。BN が、 これと等しいということをやりました。で、これを書き換えましたということです。いいですかね。で、今ですね、これは、えっと、n が1から始まってたんですけども、それを、えっと、n が0からに変えましょうと。だから今、その n、そうすると、えっと、n が1つ減りますから、結ったところから始まるので、n-1 が n に変わって、ここ n-1 も n に変わって、怖い n-1 も n に変わると。こういう形になります。 ですかね、でそうすると、ちょっとなんかすっきりした形になってきたなって感じがするけども、どうかなって感じですけども、ね、まあそういう形になってきましたと。で、ここからまたまだ変形してきます。今書いたのは先ほどの最後の行と全く同じものです。で、ここから変形していくんですけども、でここでですね、えっ、ー、と、この2、えー、項係数ですね、2項係数何だったかってことの定義でそのまま書いてます,です、ね。分子が N の解乗で、分母は K の解乗 N マイナス K の解乗だったということですね。で、そしたら N の解乗がこれ消えますね。消えますね。 こ,こはこんな感じになるとなります。えっ、ー、と、これこ BK たくさんありますけども、これ BK か、これ片っぽいりません。こちらいりません。ちょっと、すいません。切りすぎです。はい、これ1です。だからさせん。これまば直しておきますけども、こうなりますと。はい。で、ここも、だから全部ちょっと、すいません。これ、BK ありすぎなんですけども。で、でえっ、ー、と、でえっ、ー、と、次のところで何をしてるのかっていうと、これ2つのことをいっぺんにやっていて、ま、ずよ,よくないんですけども、まず簡単な方がやります。N っていうのを K プラス N マイナス K とか書いてます。これは、まあ、おあの、イコールですね。 で、もう一つは、この、えっと、輪を取る順番を変えてます。で、どう変えてるかっていうと、先は、に、n を固定してから k を取ってるっていうふうにしてたんだけども、それを k を先に取って n を次に取るようにしてます。で、えっと、これ、カタナスの時もやったんですけども、こういうふうに、えっと、えっと、n と k が動くので、その動く範囲をちょっとずり替えてみましょうと。えっと、右に、小軸に n、縦軸に k を取っていきましょうと。で、n は0から無限大まで動くと。 で、k は0から n まで動くんですね。だからどういう動きかというと、この、えー、と平面上の交子点として、00、えー、n が0のときは k は0だけ。n が1のときは k が0と1ですね。n が2のときはえっ、ー、と、k が0、1、2と。こんな形で、その、とりうる n と k の組みを、こう、点でこう書けるわけです。いいですかね。 こんな感じです。で、こ n はこう無限大まで続いていくと。こんなですね。で、まあ、今、ここの直線。これは今、n イコール k っていう直線ですけども、こういう形になっていると。で、これをですね、今は、だから、えっと、n が先で、その後、k を定める形にしたんだけど、それを k を先に定めましょうと。だから、そうすると、こ k は0から無限大まで行きますね。無限大まで行きます。で、その各 k に対して n がどこを取っているかっていうと、えっと、k を定めると、ここの部分ですね。k が、n は k から始まって無限大までいくと。 いう形にないですかいいですかとい,い,いう形で、この和の順番が入れ替わります。うん。これは、あの、重要なテクニックなので、ちゃんと身につけてください。はい。で、今、n は k から無限大まで行くっていうふうに言っていたんで、今、で、ここで、その、えっと、新しい文字、l を使って l が、l は n マイナスだと思いましょうとしますで。そうすると、n が k から無限大まで,まで動くときに l、l は0から無限大まで動きます。ですか で、すか。で、えっと、n-k を l と置いているので、ここら辺の n-k が全部これ l と書かります。はい。これなんか bk ありすぎるっていうのはさっきからあったんで、すみません。これ bk を復帰します。すみません。はい。で、えー、っと、何が言えるかっていうと、これはですね、えー、っと、l に関する部分と k に関する部分が、この中では全く二つにもえー、っと、分かれてるわけです。で、えー、っと、l に関する分だけを前に持ってくると、 ちょっと間違っている部分はしますね。間違ってる部分は消して。A、に関する分だけ持ってくると、l の解乗分の1と x の l 乗が出てきますで、k に関する分だけ持ってくると、bk と k の解乗と x の形乗という形になりますと。ですかね。でそうすると、我々はいろんなことを知っていて、一つは、えっと、e の x 乗っていうのをテイラー展開すると、これが、えっと、n が0から無限大までの えっと、n の解乗分の xn 乗ということが、そのすべての実数 x について言えたと、ということを知ってるわけですね。で、まあ、これの n が、l に変わったのが前の部分ですから、これイコール e の x 乗をかける何かになります。で、後ろの部分は何なのかっていうと、これは、えっと、母関数そのものです。bx です。いいですか。という感じで書けるわけです。こういう感じですね。 でつまり何が分かったかっていうと、BX を微分、この母関数微分したら、母関数そのものに E の X 乗がかかったものが出てきますという形になるわけです。で、これは何なのかっていうとこれこれ、これはですね、微分方程式なんですよ。だから微分方程式を解けば、微分方程式、この微分方程式を解けば、BX が分かりますというとになるわけです。いいですか これですね。これ、微分方程式なわけです。でちなみに、微分方程式、これだけだと、えっ、ー、と、いわゆる、その、一般会社でできないので、えー、ですけども、B0 を考えると、えっ、ー、と、今、BX の定義が何だったかというと、BX の定義は N が0から無限大までの N の解乗分の BN の X の N 乗だったので、えっ、ー、と、B の0っていうの考えると、ここの X に0を入れるわけです。で、そうすると、えっ、ー、と、0の N 乗っていうのは出てくるんですけども、0の N 乗、 は、えっと、n が正だったら、これは0になるわけです。だから、これで残ってくるのは、えっと、n が0のとこだけです。でそうすると、これ、0の解状分の b0 って出てきて、b0 は1だったので、で、0の解状も1なので、これ、1っが出てきます。いいですか。ということで、ということで、えっと、これがだから初期条件ですね。だからこれ初期値問題なよですね。微分法程式初期値問題です。で、これは、 皆さんの解き方は知ってると思ってるんですけども、これ、いわゆるこの変数分離系の微分方程式なんですね。どういうことかっていうと、この式からこういうふうに書けると、この DB、なんかこの BX に関係するものだけを左に持ってきて、えっと、X に関係するものだけを右に持ってきますと。で、これ、先分しますと。で、そうすると、これはう、これですね、LN、これ、えっと、これ、えっと、自然対数ですけども、BX 自然対数。 こちら側は、まあ、e の x 乗の積分は e の x 乗とそのものになります。で、まあ、ただしこ積分定数て出てくると、で、この積分定数がこの b ゼロイコール一という条件からこう定まってくるてことになるわけです。まあ、ちなみにえっと自然対数がこれなので、まあ、b x も書いてみると、e の方に e の x 乗プラス c が乗っているとこれ。これちゃんと読むと、e の e の x 乗プラス c 乗になります。ですかね。この、c、プラス c は e の方に載っているということにご注意気をつけてください。いい。ですかね。 で、この C をから決めましょうと。で、それは B0 を見てみてろしいと。で、B01 なので、えっ、ー、と、この X に1を入れると、あ、ごめんなさ X 0を入れると、E の E の0乗プラス C 乗。あって、E の0乗、これ1ですから、E の1プラス C 乗になります。で、これが1だって言ってるんで、これ C はマイナス1です。ですかということで、これは何だかわかりましたと。 つまり bx という母関数は e の e の x 乗マイナス1乗になりますということですね。わかりましたということです。これでもう母関数が分かったということになります。まあ、指数型ですけども。ということで指数型の母関数わかりましたと。まあ、これがまず第一歩ですね。<laughs> いいですかね。この微分方程式を作るっていうのはですね、このなかなか味わい深いテクニックなんですけども、これ実は指数型母関数を使うとよく出てくるんですね。 でまあ、そういうような例を一つご紹介したかったということにもあるんですけども、まあ、とりあえず出てきましたと。で、これの急性展開をすると、いわゆるこのベル数の一般項がわかるということになります。で、それをやっていこうということになります。今、e の e の x 乗 -1 乗なので、この e の -1 乗だけちょっとここに持ってきます。前に出します。そうするとこうなりますね。そうすると、ここに e の e の x 乗乗があります。 E の E の X 乗上ですね。これも正しく読めることも重要なんですけども、それ置いといて。で、先ほどちょっと言ったんですけども、E の、まあ、X 乗って書くと、ちょっと符号が乱立するので、ちょっと別の文字で書きますけども、E の Y 乗っていうのをテーラー展開すると、L の解乗分の X の、あ、違 Y だった。Y の N 乗。いうふうになるっていうのが人間の実数について、Y について言えるっていうふうに言っていたので、今この E の X 乗、これを今 Y だったと思いましょうと。 で、そうすると、ここの y のところに e の x 乗を入れると同じ式が成り立つわけです。って形で、えっと、ここの部分ですね。e の e の x 乗,乗がこれ展開できます。で、それがこれです。まあ今、n じゃなくて、k、なくて k で書いてますけども、こういう形で展開できると。先ほどの y の部分が e の x 乗になっているという形になります。いいですかで、まあ e の x 乗の形状なんで、これはまあ指数法則を使うと e の kx 乗になります。いいですか、はい、で、この e の kx 乗に対してもう一度、 このテーラー展開を使います。でそうすると、今度は n で書いてますけども、この、えっと、でこの kx がここに来るという形になって、n の解乗分の kx の n 乗態が出てくるということになります。いいですかで、何をしたいかっていうと、もともと、この bx っていうのは、えっと、必数型母関数で、これは n が 0から無限大までの n の解乗分の bn の x の n 乗でしたから、この形ですね、この形になるようにこの式を変形したいということになります。でそうすると、またこの、えー、と和の入れ替えはしたいんですけども、これ両方とも0から無限大なので、これはあの普通に何も考えずに入れ,入れ替えられます。あまだ,まだ入,れ入れ替えてなかったです。すみません。まだ入れ替えてなくて、まずこの k の n 乗を前に出しましたと。はい、で、入れ替えますと。 で、入れ替えてどうしたかっていうと、n が0からの現代をまず初めに来ていて、で、k に関係ないのを前に出してますと。で、k に関係あるのここに入れてるんですけども、えっと、これはどういうことかっていうと、先ほどの母関数の形で、ここがこれに、で、こって書き換えると、これが BL だったとわかるという形に書き換えてます。で、本当にこれらしいかどうか見てみると、まず初めの E 分の1とのはここにありますね。で、k に関するは、で、k に関するもの、こことここですね。が、ここに出てきてるという形になります。よろしいでしょうか。で、そうすると、 ここが先ほどの指数型母関数の定義から、第 n ベル数だということが分かったので、分かっているので、これが Bn、第 n ベル数の一般項だということが分かったということになります。で、これが結論です。Bn というのはここ書きますということですね。れ、ドビンスキーの公式とよく呼ばれてるんですけども、これがですね、味わい深いですよね。味わい深いですね。<laughs> 無限和があって E があったりするんだけども、我々 BN っていうのは整数だって知ってるんですよね。だから、この右辺だけ見て、これ整数ですよっていう風に言われて、あんまり信用できないんですよ。<laughs> 信じられないんですけども、実際これ整数です。で、それが大 A レベル数になっているということになります。で、もちろん、この右辺は、えっと、無限和なので、これね、計算できないんですよね。計算っていうか、だから、えっと、有限桁で打ち切っちゃうと BN は得られません。 いられませんけども、まあ、有限形で打ち切っても、えっと、ちゃんとした禁止になります。で、それちょっと一応、まあ、プログラム書いて確かめてみたって感じなんですけども、これ N が5の場合ですねこ。この無限大をですね、ちょっと M に置き換えて、有限場を取ってみましょうとすると。で、そうすると、M を無限大に持っていけば、上の式なので、この b l にこう収束するはずなんですよね。で、それをやってみたのがこの図で、これ横軸に M を取っていて、M を 0,、ね、0から30までまあ動かしています。で、えっと、ここに青い線、 これはえっと52です。なんでかっていうと、N が5のときを今やってるんですけども、N が5のときの、えっと、この BN というのは52だったことが分かってるので、それにどうやって収束していくのかなってことをこれ見ています。で、実際に M を大きくしていくと、ちゃんとんこの52にすごく速いスピードで収束していることが、まあ、速く速いかどうか分からないですね。えっと、割と速く収束しているということが分かりますし、まあ、これ見ると、例えばですね、M が10ぐらいのところを見てしまったら、まあ、そこで打ち切って多分少数点以下を切り上げれば、 50は得られます多分じゃないですよ、得られます。得られます。って感じで、まあ、ある程度のところまで収束してるなと思ったら、それで小数点以下を切り上げれば、まあ、ベル数得られるという形になってます。なってます実際に、えっとまあ、そういう形になってるんですけども、という形で、まあ、この整数のベル数が得られるという形になってます。で、本当にこ,れ <laughs> この右辺、整数なのかってことをまだ気になる方のためにちょっと計算してみました。実際にこの式の この n、この k の n 長のところですね、ここしか n がないんですけども、ここに1とか2を入れて、b1、b にこ計算してみました。で、そうするとどうなるかっていうと、まずこれ、えっと、これ、n1 入れると、この k 乗あ、k の解乗分の k になるんですけども、そうするとこれ、k、k-1 の解乗になります。ですかね。で、一応、まあ、その、えっと、k が、k が、0のとき、これ、えっと、定義されないので、えっと、k が1からの割になりますと。 となりますはいで、これは、えっ、ー、と、K-1 を L と1回置き出すと、こういうふうになりますと。ですね。でそうすると、これは先ほどから出ている、えっ、ー、と、テイラー展開から、これ E の1をだってことが分かります。ね。で、これ、これいい、e、です。ただ、この式でできます。そうすると、これは E 分の1かける E 弾で1になるということで、ちゃんと整数になって、しかも B チという値と一致するということが分かります。 で、同じようなことを、m が2の場合ですね、これやってみます。そうすると同じようになると、ここがまたこう変わるんですけども、k-1 の階状に変わるんですけども、これ、k が、えっと、に残ります。で、ちょっとこれ、技法的かもしれませんけども、k を k-1 プラス1というふうに書き換えると、えっと、この部分ですね、この前の部分は、k-2 の解状分の1というのが出てきて、 この k が2から始まった形になります。で、後ろの部分はそのまんま、こうなりますね。そうすると、こ後ろの部,部分は、これ前のところですね。この b ンチの場で計算したものと同じで、これ1になります。これ1です。で、ここのところですけども、これも先ほどと、上のところと同じように、えー、っと、k-2 を L と置くと、同じ意識がまたこ出てくるので、この後ろの部分も、置くと、点点点とすると、この部分も1だとわかります。ということで、2になります。 で、これで B が出てくるという感じになって、やっぱりですね、確かにちゃんと、あのー、予言されている通り、整数で出てくるという感じになります。これ楽しいですね。楽しいかどうかっていうことはちょっと時間ですけども、だからこの中どう見てもなんか整数じゃないものが実は整数になってる。しかもなんか数えて、何かを数えてるっていうのはですね、これ不思議な現象だと思うんですよね。まあこの不思議さが伝わるかどうかわかんないんですけども、まあそういうものの例をご紹介しましたということになってます。はい。ということで、 今、ここでベルソードの一般公を見切りいうことになります。で、最後にですね、まあ、第2種スターリング数でベルソードの整数っていうものをご紹介したいと思います。まあ、でいくつかあるんですけども、まあ、いくつかご紹介するということになります。で、一つ目、えっと、第2種スターリング数と二項係数の間に、ね、こういう関係があります。とます。えっと、n と k っていう整数が0以上で n が k 以上だというときに、これが成り立ちます。えっと、スターリング n プラス1、k プラス1っていうものがあったら、これは右に書かれているような、えっと、まで表されますと。で、これは、 えっと、j が k から L まで動いて、l 2 j かけるスターリング JK ということですね。で、これはまあも、もちろん、えっと、今、下の方では例で計算してますけども、N が4、K が2の時に実際計算すると,、えっと、左辺の方はスターリング53になって、これ25ということが、まあ、これは、えっと、パッと見てもわ,わかりませんけども、まあ、あの先ほどの表を見ればわかるとなります。で、一方でですね、 右辺の方は、これ J が動くんですけども、えっと、4チューズ j かけるスターリング J2 という形になって、この J が2から4まで動くと。だって、こういうのがなります。で、えっと、ま、二項係数も第二種スターリング数も知ってると思うと、計算できて25になるというような計算、確認できます。はい。で、これ一般的にこれ成り立つんですけども、我々ですね、その、第二種スターリング数についてあんまり知らないんですよね。今までこう性質やってないので、えっと、これについてはですね、えっと、えっと、 組み合わせ的解釈で証明するという形が一番分かりやすいので、それでやってみます。で、そうすると、まあ、この左辺っていうのは、n プラス1個要素を持っているものを k プラス1個のブロックに分割する総数です。で、それがこのようにかけると。で、それがこの j によって培役されてますよということになるわけですね。で、こういうふうに考えましょうっていうのを今からやっていきます。まあ、左辺これ今、まあ、言った通りです。1から n プラス1まで要素を持つ集合を k プラス1個のブロックに分割する双方の総数です。で、それを この J によって倍分けする形で数えましょうと。J っていうのが何を意味するのかってことを、ここに書いてるんですけども、N プラス1を含むブロックの要素数を N プラス1マイナス J とするような倍分けです。そうすると、これ J はどこからどこまで取れるかっていうと、えっと、これ J は、N プラス1マイナス J っていうのは J を大きくすると小さくなってくるので、大きい方向から考えると、まずこの,このブロックの要素数は小さくても1なので、 えっと、n プラス1マイナス j が1になるのは j が n の時です。だから j が n の時から小さくなっていって、どこまで小さくな,なれるかっていうと、えっと、n プラス1を含むブロックの要素,要素数を n プラス1マイナス j にしたいんですけども、他にも、えっと、全体でブロックを稽古を持っている必要があるわけです。いいですかだから稽古のブロックを作るためには、全体として少なくとも稽古の要素を残しておく必要があります。 のでそのためには、J を K までしか小さくできないということになります。いいですか。全体で N プラス1個の要素があるので、えっと、N プラス 1-J 個の要素を N プラス1を含むブロックに入れれば、他に要素は K 個余ってことになって、その K 個でちゃんと K 個のブロックが作れるということになります。いいですかね。で、何を言ってるかっていうと、まずはじめに、すみません。まずはじめに、この、えっと、 n プラス1を含むブロックの要素数を n プラス1マイナス j とするっていうふうにこれは別にすると、n プラス1を含むブロックに含まない要素を、えっと、1から、n の中から j 個を選びなさいと言ってるわけです。で、それがこれです。ですからだから今、ちゃんとこれは次あるかなありますね。今、ここにこの紫に書いてあるものの個数、これが今 n、n プラス j 1、1マイナス j 個あるわけです。でそうすると、 ここに入ってないものの個数ですね。これ入ってないものの個数がこれ J 個になります。だからどうするのかっていうと、今これを選ぶってことは、このブロックに含まれない J 個を選ぶってことと同じですってことになります。J 個はどこから選ぶかっていうと、1から N までですね。この中から J 個を選びなさいと言ってます。ですね。で、その方法の総数が N choose J になるわけです。いいですかで、まずこれを選びます。で、そうすると、 これ選んだら、この n プラス1を含むブロックがもうこれで決まります。決まります。で、あとはどうするかっていうと、ここ今 J 個あるんですけども、その J 個を K 個のブロックに分割すると全体で K プラス1個のブロックができますよということになります。で、それがスターリング JK になると。思います。ということで、その2つを順に行うことで、この n プラス1を含むブロックの要素数が n プラス1マイナス J となるようなブロック数 K プラス1と分割が得られます。で、それを先ほど言った J の範囲で動かせば、すべての 欲しかった分割が得られるということになって、等式が得られるということになります。よろしいですかはい。で、えー、っと、もう一つ難しいものなんですけども、ロスパイビーの公式っていうのを紹介します。で、これで今日おしまいなんですけども、まず、えー、っと、ここに書いてある式をご紹介します。 これはややこしいんですけども、まあ、ややこしいから、授業であるということになりますね。これをちょっと演習問題で出せないので、出すには難しいので、授業で得ますと。で、何かというと、非不正数 mn って2になりますけども、その時にこれが成り立ちますよということです。で、これは bm プラス n。だから m プラス n 個要素を持つ集合を分割する方法の総数です。ですね。で、それが、この右辺両にかけますよって言ってます。でこれは2つあるから、 なんか、二通りの場合分けを一緒にやるわけですね。ってことで、ちょっとこれも読むのも大変ですけども、まあ、一応読んでおくと、k は0から n まで、j が0から n まで動きまして、スターング m j かける n 中図 k。で、j の n マイナス形状があって、bk があると形になっています。で,ですかね。で、これ等しいんですけども、 これはも,もちろん、覚えるようなものではありませんということは、まずは佐々木に断っておきます。で、この J の N マイのス形状っていうのがあるんですけど、これで、0の0乗が出ることはありますけども、それは一応ここでは1とするというふうな約束でいます。はい。で、一つ、ちょっと重要なことを言うと、これはまあ公式なんですけども、これはまあこスパイビーが2008年の論文で、えっと、提案したというか、えっと、見つけて発表した。 ものなんで、すよねで2008年というのは、我々の感覚でと、これ、すごく最近なんですよ。えっと、組み合わせ論ってすごく長い歴史があるわけですけども、2008年ってこういうものがですね、えっと、新たに見つかるってことがあり得るんですね。組み合わせ論っていうのは、面白いですね。で、えっと、で、ーっとームに書いてある。これもすごく短い論文ですけども、書いてある。で、で書いてあって、ウィキペディアにも載っているという感じなんですね。 で、この公式、なんで重要かっていうと、これ特殊な場合、その m が1の場合と n が0の場合、ちょっと考えます。で、m が1の場合、この、えー、と左辺は bn プラス1になるんですけども、この部分の,この m が1になるわけですで。そういうふうになったら、今、これ書いてみます。で、そうすると、これは、えっ、ー、と、j が0から1まで動くんですけども、そうするとですね、えー、と何が起こ,起こるのかっていうと、 その、えっと、J が0のときには1あ、スターリング1、0っていうのが出てきて、J が1のときにはスターリング1、1っていうのが出てきます。で、そうすると、このスターリング1、0っていうのは、要素数1個の、要素数1の集合を0個のブロックに分ける、えっと、方法は何とありますかって言ってることなんで、これは0になるわけです。スターリング1、0こ0です。で、スターリング1、1は1です。ってことで、この J が0の方はこれ消えます。 J がゼロの方を聞きます。だからこれ J が1の場合だけ残ります。で、J が1だと1の何とかちょう。これ1ですから、えっと、K が0から N まで N チューズ K、BK の和というのは出てくることになります。で、これはですね、これ BN プラス1イコールで書いてるからちょっとわかりにくいんですけども、先ほどですね、前にですね、BN イコールという形で同じような式を出したんですね。これですね、N マイナス1チューズ K、BK と。 で、これはそのベル数に対する全化式だっていう風にして、えっと、N が正の時に何立しますよっていう風に言ったものです。はい。で、これと全く同じのが出てきてると。だから、だからそういう意味では、このよく知られている全化式の一般化になってるわけです。あ、このスパイビーの公式がですね。スパイビーの公式がよく知られているベル数の全化式の一般化になってるというところがわかるわけです。で、一方で、N が0の場合、N が0の場合をこの式、考えてみると、どうなるかというと、えっと、これ、 n はゼロなんで b までできます。で n ロなんでこの n のところ全部0を入れましょうと。そうそう、これゼゼゼロロゼロと。えっとゼゼロマイナス k なんでマイナス k になります。って感じになります。で、そうすると、これ何なのかっていうと、えっと、これ k がゼロからロまでなんで、これ k がゼロの場合しか出てこないということ,と,うことになります。で、k がゼロの場合しか出てこないので、えっと、これ bk がもう、この bk の k もゼロなんですけど、もう b0 1です。 ね、で、この J のマイナス形状のこの K も0なんで、これも、えっと、1になります。0乗なんで1になります。で、0中0、これも1になります。ということで、この和ですね。えっと、J が0から M までのスターリング、MJ の,の和っていうのが出てきます。と、くなります。で、これは、えっと、定義が当たり前のものでしたね。この、えっと、第2種スターリング数のこの下の数字に関する和っていうものがベル数になるという、その第2種スターリング数とベル数の定義からすぐに得られるような、この式が、 ま出てくるということになるわけです。ということで、その、まあ、先ほど初めの方に紹介した2つの全化式の特殊な場を特殊な場合と含む公式っていうのが、スパイビーの公式になっているということで、まあ、その2つの一般化になっているということで、まあ、すごく一般的な公式をですね、スパイビーが見つけたということになっているわけですね。はい。で、これが正しいということを証明したいんですけども、ここでもやっぱり組み合わせ的解釈に基づいて証明しましょうということになります。で、これはちょっとややこしくて、やっぱり、 この、えっと、m プラス n 個要素を持つ集合を考えます。で、それをですね、ちょっとこういうふうに書くことにします、えっと。1から m までの部分と、1から n までの部分を分けて、1から n までの部分は、なんかそのプライムをつけて、ちょっと区別するようにします。そうしようも1と1が同じだと思われちゃうので、えっと、で、これで全部で m プラス n 個の要素を持つ集合を考えるということにしますで、ね。で、そうすると、左辺の方は、この m、 M プラス N 個を持つ集合の分割の総数を表しているということになるわけです。で、その総数を、この K と J を動かすことによって倍分けして考えましょうというふうにするわけです。で、どういうふうに倍分けするのかってことは、この K と J で決まりますってことになります。で、どうするかっていうと、まず J の方からやるんですけども、どうするかっていうと、まずこの上の方ですね、1から M のところだけを使って、まず J 個のブロックを作ります。で、その J です。 のブロックを作ります,ですか、ね、で全部としては、まあ、いくつかブロックを作るんだけども、まず上の部分で J、えっと、ブロックを作ります。で、今この M プラス N 個の要素を持つ、えっと、集合の分割を作りたいんですけども、この上だけからなっているブロックと下だけからなっているブロックと上と下の方がまたがっているブロックというの3種類あるわけですね、ブロックには。で、まずはこの上だけからなるブロックかどうかは分からないんだけども、えっとまあ、上の方でまずブロックを作ります。 で次に、今度は、下の方だけのブロックを作ります。で、この1プライムから n プライム、下の方から、稽古の要素を選んできます。ですかね。稽古の要素を選んできて、それに対する分割を作ります。で、それが何通りあるかっていうと、n チューズかける b 系通りあります。まず、この n 個の要素の中から、稽古を選んでくるのが n チューズ、K、通りあります。で、それを適当に分割する方法が b 系通りです。で、こう分割します。この辺で分割します。 で、今、この下の方のここの分割、これはもう下の方だけのえっと要素で作る分割だっていうふうに、今もう固定します。固定します。いいですかね、固定します。で、ここ,こにですね、N マイのスケ K がこれ残ってるんですよ。N マイナス K がこれ残ってるんですけど、エレメンツ残ってるんですけども、それをこの上のえっとブロックのいくつかに、こうなんか90周させていきます。こんな感じで。 でそれはどういうふうに思うかっていうと、こういうふうにな割り当てるようなイメージであの考えるわけです。1プライムってのはどこのブロックに割り当てますか、2プライムはどこのブロックに割り当てますかというこの割り当てを考えるというふうになるわけです。ですかね、でそうすると、まあ、いくつかの上のブロックには、まあ、いくつかの下の、えー、と要素が入ってくることになるし、もしかしたら入ってこないようなブロックもあるかもしれないということになります。ですね。その 1>, 1プラムから n プライムの残りの n 引く傾向を、初めに作った J 個の上の分割に割り振るということをします。でそうすると、割り振られる行き先が J 通りあって、割り振るものが N マイナス傾向あるので、そのような割り振り方の素数っていうのが、J の L マイナス言ます。1つの要素に対して J 通りあって、それが N マイナス傾向あるので n、ので N マイナスになるということになるわけです。ですかという形で、この全体、この N プラス N 個の要素を持つ、 集合の分割を、この J と K を動かすことによって作るということになります。で、その各 J と K に対しては、ここに書いてあるような形の数だけ分割が作れるというのが今の説明から分かるということになります。いいですか。まあ、ちょっとこれ、略称と言ってるので、まあ、あのちょっと手抜きだなとは思うんですけども、まあ、そういうようなイメージでこの方式が証明できるということになります。はい。でしょうか。 はい、では、今日のまとめをします。今日は、えっと、集合の分割について、まずこの第 2, 2種スターリング数とベル数というものを紹介しました。はい、でそれでまあ集合の分割に対して活用ができるようになってほしいということになりますね。で、このベル数に対しては指数型母関数というのを導出して、その時にですねそに微分方程式が出てくるという味わい深さと、ここからそのドビンスキーの公式っていう、えっと、ベル数の一般項を求めたんですけども、それがなんか急数のような形をしていてですね、奇数,数になっていて、 どう見てもそれはですね、整数だと思えないんだけども、実際整数なんだってことを紹介しました。はい、で最後に、第二次スターリングストラベルンの整数を証明するってことを、まあ、特にその組み合わせ的解釈を用いて行うっていうことをやりました。まあ、実はですね、その、あの、なんだろう。 全化式とかを導いているので、全化式を使っても証明できるはずなんですけども、それはですね、すごい計算になってですね、あんまり紹介したくないし、それがなんか教育的だとも思えないし、も,もしかしたら、ちゃんとやろうとするとできないかもしれないので、このですね、あの、組み合わせ的解釈でうまくその、議論ができるっていう方法はすごく便利なので、それで、えっ、ー、と、証明できるっていうことが、その技術としては大事だと思うので、ぜひそれができるようになってください。ということになります。 でこれで、えー、と6回分の数上げの記者の話が終わりになります。で次回からは、理算確率論の話が6回続くという形になります。はい、では、授業は終わりにします。ありがとうございました。